マを決めて、そのテーマに合ったコーディネートを各自組んできました。はい。でそれを今から着てここでファッションショーをしまして、それを見てマナさんには2人が何のテーマを元にコーディネートしたかを当てていただきます。でこれを3回戦やりまして、当たった数が多かった方が最後のエンディング券を獲得できるっていうゲームになりますので、いい、今回はマナさんにかかってますので、あそっか、はい、頑張って答えます。ということで早速やっていきましょう。レッツファッションショー。はい、ということで一つ目のテーマは、はい、〇〇へデート編ということでですね、はい、まあ、それぞれそのなんかデートの場所に合った服装をね、うん、持ってきました、思います。はい、はい、じゃあ何やりますか。はい、私はですね、やっぱちょっと夏生まれなんで、うん、ちょっと季節違うんですけど、うん、めっちゃ奥のタンスからもう服を引きずってきて海でデートすごいの服装にしたいと思います。あ、なるほどね、これなんか当てれそうだね。そうですね。じゃあ私はおうちデートです。なるほど。そんな感じ。ちょっと小道具とかも持ってきたんでね。あー、さすが、はい、私も持ってきたんで。持ってきた。では着替えます。着替えます。それでは第1回目のテーマは〇〇なデート、〇〇な部分を当ててください。はい、わかりました。それではいきます。エントリーナンバー1番、真帆三井。あ、来た、かわいい。え、かわいい、めっちゃ似合ってる。月9みたいな感じ。かわいい。はい。え、なんだろう、かわいい、めっちゃ似合ってる。以上、真帆三井でした。かわいい。サイレントで頑張ってる。それでは次、エントリーナンバー2番、あすみ福沢。おー、あ、みそぞ、あ、すみそのみそぞなんだ。あ、え、かわいい。あ、いいな。かわいい。福沢でした。え、すごい。それでは2人に出て行っていただきましょう。どうぞ。あ、来た来た来た、かわいい。え、どっちもかわいい。ということで、はい、丸々の部分を当てていただきたいと思います。これは両方違うってことですね。そうです、両方違うので、じゃあまずは丸々なんですか。丸々のデートの、じゃあわかりました。はい、わかりました。じゃあまず真帆ちゃんの方からの回答お願いします。真帆ちゃんは海デート。回答正解は、私のテーマは海デートです。おー、やるぞー、1ポイント。やっぱあのスイカがわかりやすかったです、うん、すごい海っぽくってこのブラスポイントがめっちゃ似合ってる。まあでもわかりやすかったです、すごい夏っていう感じがして。なんだろうな、ドーナツ関係あるのか、あれはドーナツはファッションですか。はい、じゃあアスミンは、はい、お泊りデート。お泊りデート、どうだろう。正解は、私のテーマはおうちデートです。あー、どうでしょうか。残念、かかる。確かに、でも夜ドーナツ食べないじゃん。なんか夜ドーナツ食べないな。いやでもパジャマ着てわざわざおうちデートに行くの。違うよ、来てもらってんだよ。あ、来てもらってるのか、部屋着っていうか、部屋着ね、うん、お泊まりかと思っちゃった。あー、でも惜しかったね。はい、それでは続いて2回戦目のテーマは〇〇の日ということでですね、はい、はい、この〇〇をね各自で考えてきました。はい、じゃあ私は体育祭の日です。おー、なるほど、体育祭の日、もうこれはね分かるよ。うん、なるほど。正直私は大晦日。うわぁ、大晦日の日です。難しい。ポイントはあの赤と白を。あ、なるほどね。それではお着替えタイムでゴー。
なんなんその自信の方はどうですか？当てる自信ですか？はい、なんかさっきの感じで言ったら、うん、当てれそうかなって思います。それでは第2回戦テーマはですね、はい、〇〇の日。え、難しそう。それではエントリーナンバー1番、真帆三井、どうぞ。来た来た来た。怖い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 。え、何？全然わかんない。笑ってる。全然わかんない。何これ。なんで来た、なんで来た、なんで来た。え、白。全然わかんない。何これ、何これ。マホ三井でした。ファッションじゃないし、もうジェスチャーゲーム。ということで、それではエントリーナンバー2番、あすみ福沢。あれ、私の聞こえてる。ハハハハ。すごい、かっこいい。以上、ワンクリックでした。スマートに終わったね。何これ。え、急に難しい。では、お二組どうぞ。何、全然わかんないよ。ということで、テーマはですね、〇〇の日ということで、〇〇の部分を当ててください。何それ。なんかでもアスミはなんとなくわかるような、わかんないな。マホロン全然わかんない。わかんない。それじゃあ噛んでいきます。はい、自信がある方のアスミちゃんの方から。え、じゃあアスミから。はい、行きましょうか。はい、アスミは体育の日。答えお願いします。体育祭の日。体育祭の日、体育祭の日。これはバツですか？怖いよ。残念だね。ちょっと違った。そうですよね。惜しいね。体育祭じゃないですもんね。体育と体育祭だったか、体育祭の日だったか。ごめんね。じゃあ、まほちゃんの方お願いします。まほちゃん、なんだろう。オリンピック。ファイナルアンサー。はい、オリンピックの日。オリンピック。では答えお願いします。正解は大晦日でした。大晦日でした。オリンピックじゃないです。なんかいっぱいやってたから。これはガキツカです。ガキツカ。ガキツカで笑ってて、あとこれ紅白旗持って。あ、そういうことか、はい、すごい。斬新。難しい。今のところ真帆ちゃんが1ポイントですね。そうです。次は自信ないよ。頑張ってください。はい、はい、はい。それでは最後のテーマは、はい、自由です。これが一番難しいんだよね。めっちゃ悩みましたね。これ何にするか。一番に悩んだよ。私は、私のテーマはどうやって表現するか。じゃあ私はおもろいね。はい、まあ、これはね、ちなみに皆さんにも考えていただけますので、はい、ぜひね、皆さんも当ててみてください。はい、それでは着替えゴー。ゴー。それでは第3回戦最後でございます。はい、どうですか、真野さん、今のところは。ちょっと2問目がすっごく難しかったので、はい、わかるかなって感じなんですけど、まあ、頑張って当てたいと思います。はい、当ててください。はい、じゃあ最後のテーマはですね、はい、自由です。自由。あ、それぞれそれぞれ考えてきてくれたので、そのままストレートに答えてください。もう印象でパッと。そうでございます。わかりました。はい、ということで第3回戦エントリーナンバー1番、
魔法密輸。やばい。やばすぎ。何あ、分かったかもしれない。やばいよそれ、エガちゃんみたいになってるよ。やばい。あ、でもなんか分かるよ、分かるよ、多分表したいだろうなっていうのすごい分かる。これは、あ、おー、以上、三つ今までした。おもうジェスチャーゲームみたいになってる。そうだね。それでは、エントリーナンバー2番、あすみ福沢。はい、やばい。はい、いいですか。じゃあ、まほちゃんの方からお願いいたします。はい、まほちゃん、これは多分合ってると思うんですけど、はい、福沢あすみ。回答お願いいたします。福沢あすみさんです。正解。なんで分かんない。いや、もうマンションとあれだよね、小さなの。あ、そうだそうだよね。でもマロさん小さな好きなんで、やっぱりあすみさんって言えばもうここ、ね。あれだよ、足をね、表してるのかな、ハイウエストの。あ、そうです、めっちゃお尻食い込んだ。めっちゃお尻可愛いんだよ。可愛い。でもな、難しいって言ってたからな。もう普通に思ったことを言いますね。お願いします。お母さん、回答お願いいたします。洗濯物を畳むおかんです。これはどうなんですか。0.5 ポイント。え、でもお母さんと伝わってよかった。いや、伝わったよかった。もうね、表情がね、上手だった。パンパン、そう、シワ伸ばしよう。強いよ。いや、アフロ似合う。ありがとう。本当に似合う。はい、それでは3回戦終わったということで、結果発表。ということで結果はですね、はい、2対 0.5 で私の勝利です。いやー、思った以上にね、マノが分かんなすぎてね、惜しいとこまで行ってたんですけど、マノが分かんなかった、うん、そうだよね。感じかもしれない、うん、けどあんまファッション対決じゃないかなと思いました。ということでね、勝った私はちょっと一言言わせていただくんですけれども、うん、どうしよう、これでやった方がいいですか。うん、ファイナルフローとかにする。うん、いいじゃない。うん、ちょっとこれ受け、あ、でも罰ゲームされた。自分で危ない、罰ゲームされた、危ない。じゃあ何か一言ね、最後にエンディング私で終わりたいと思います。はい、はい、はい、それではまたお会いしましょう。以上、アイドル教室でした。お会いしさん、バイバイ。あのね、今日はちょっとお話ししたいことがあって、もうさ、こうやってズボン上げてたけど、本当はね、もっと足短いの。ほら、ちょっとさっきは君の前だから強がって足長くしようと思って上げちゃってたんだけど、こんな魔法でも好きでいてくれる？